これは、孵化巣で生まれた張り子たちが飼育巣に移るまでの14日間の記録です。6月22日、水蓮鉢で泳ぐ2匹の張り子を確認。急いで、水草と張り子を孵化巣に隔離しました。隔離した張り子は全部で3匹です。6月23日、水草に付着していた卵が次々と孵化。張り子は50匹を超えました。6月26日、水温を安定させるために孵化巣を水に浸しました。6月29日、熟飼育巣と孵化巣との水合わせを開始しました。さらに、水を足して水量と水質の安定を測りました。7月7日、丸2週間が経過したので張り子を飼育巣に移しました。メダカの稚魚は、新天地でのびのびと泳いでいます。最後まで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画では、張り子を抜けて水だけすくうコップをご紹介します。